ただいま、歌うま、東西、ホスト対決というのをやっておりまして、チョリゾーが D ブロック、ユッティが A ブロック、ランランが C ブロックで、出場してるんですけれども、第一選考はですね、投票制になっておりますので、概要欄にリンクの方を貼っておりますのでね、そちらから投票よろしくお願いします！お願いします！お願いします！1日1票、絶対味方してください！よろしくお願いします！お願いします！それでは本編、どうぞ。ワン、ツー、スリー、フォーカーでーす！ランチのジャロン、ホイホイ、チョロイ、キンキン、タマトマ、およりヨロの世界、こんにちは、どうもこんにちは、シックスメイ、ユッティーズ、アンコー、キラランタムラでーす！本日は、フォーカーの来店イベント始まっちゃいますよ！来てくれてありがとう！コメンコが、実際働いてるところがね、ここ、沖縄にあります、クラブリードという名前のお店なんですけれどもね、はい、そこに、フォーカーのメンバーが来店しますというイベントを本日開催させていただきまーす。いやー、正直言っていいですか？めっちゃ寂しかったです。実際ね、僕たち YouTuber としてやってるけどさ、ホストでやってる時の接客してるところをね、見たこと多分ないと思うね。だから今回はお客様に許可が取れたらそこは映させてもらって、まあ俺らがどういう風に普段仕事してるか、そしてまあ沖縄リード出したんが、フォーカードのチョリゾーとコメンコが上陸しましたみたいな感じで作ったのがここやから、ほんでね、フォーカードを見て来てくれてるっていうのも結構あるから、今回は全員おるからな。実際に本人たちを読んだらお店の状況はどうなるのかというね、お稲荷とかええんちゃう？まあいいですか？まあいい、結構いい。まあ実際誰推しかとかも聞きながらね、あの僕が一番多いと思うんですけどね。うわ、なんか聞こえた。普段のユッティじゃない姿も見れるかもしれんし、まあ、特に僕たちはね、お酒飲んだらどうなるのかちょっと気になるんちゃう？チンチン売り回してるかい！まあじゃあ実際ちょっとやっていきましょうか。はい、クラブリード、はい、フォーカーの来店イベントまで3、2、1、よー。正直、サイズ的にはどういうサイズが好き？そうだろ、サイズやね、飲んでほしいね。よーせーらー、かわいい、エッチやエッチやね。美味しいね、うん、いろんな意味で、はい、ちょっと緊張してますね、お稲荷さん。やっぱ俺、そんな感じ。ほんま？お稲荷さん、こういう系は大丈夫。好きなタイプか、タイプじゃないか、教えて。ほんまに見てる。おー、嬉しいな。これない。ちなみにね、今日はフォーカード見て来ていただいて、で、フォーカードね、見て来ていただいたってやっぱ聞いてんねんけど、誰推しですか、やっぱり。ちなみにフォーカード近いですよ。もう全体が、俺さん、ちなみにコメンタル、マジで、そんなの、はい、あ、腹立つ顔してんな。美味しい、これコメンタル、ラブ、そう、俺ちょっと嬉しいですオッケー、それでは5番テーブル集合。一緒ですよ。ゲーム本日クラブリードの平川誠でございます。頑張るぞ、お願いします。頑張るぞ。ただいまね、フォーカード来店しましたというイベントやっておりますけれども、ランラン君、はい、どうですか？フォーカードのためにね、やってくれたんですね。もちろんやっぱり下ろしてくれたんで、僕のセックスがついてくるということでありがとうございます。よいしょ、シャンパン回収の方までね。私、未成年なので気持ちはウレシックス。あ、気持ちはウレシックス。はい、今日も先頭だ。やばい、エンペインユーザーのおかげです。やばい、エンペインユーザーのおかげです。やばい、クラブリードウェブティットボー、せよ、社長さん、かわいい、はいはい、エンペイン、はいはい、最後の1回、よー、はい、はい、ごちそうさん、はい、どうぞ、楽しかった、楽しかった、楽しかった。何だと開けないです、これ。
ルシャンブラック、オルシャンブラック、あのオルシャンピンクいただきました。あー嬉しい、嬉しい、やってくれるの、これ、はい、ボーカーのとかも、まあ、関係なしにね、あのオスターやっていく上で1位取ることだけがね、多分、まあ、光を浴びれることだと思うんでね、いろんな候補を僕がいなくてもね取っていってくれたなと思っておりますのす、はい、本当に2日間イベントありがとうございます。そして1位にご越しいただいてありがとうございました。おめでとう、ありがとう、ありがとう。それではシャンパンの再生の音でそうそうそう、また同様に、はい、どうぞソングお願いいたします。どうやった今回沖縄のイベント楽勝でした。楽勝だった、楽勝だった、降り積もると悲しみがそっと胸に込み勝ち負けがあるのがホストクラブなんでね、僕も40歳になってもこうやって1位取れたらかっこいいんちゃうかな。46まで、46歳まで頑張るわ。次も負けないように僕自身もね頑張りたいですし、ちょっと YouTube の方ももっと頑張っていきたいと思います。本日はご来店ありがとうございました。はい、いつも心に太陽ブラブリードでした、ありがとうございました。やらせ